ということで、今日はここですね。ここです。谷中ちゃん、そう、谷中だと思ったよ俺ずっと。え、どっちが正解？谷中。調べた、来る前に調べた。谷中銀座商店街で食べ歩きをしようと思ってます。死ぬほど食べる。死ぬほど食べます。そうです、はい。長谷川君が、私はそんな食べれないので。今日マジで何も食ってないから。朝から、はい、何してた今？ちなみに3時ぐらいだけど。え、午前中仕事してたんじゃないの？仕事してた。あ、空腹で仕事したの？そう。おしゃれだな。洒落てるしょ。おしゃれだな。ということで死ぬほど食べます。行くぜ行くぜ、レッツゴー。スタート、スタート。さあ、やってまいりました。やってまいりました。ちょっと身長差がすごいな。これ大丈夫か、確定に。すごくないこれ。はい、行くでしょ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 。どうしよう。え、食べよう食べよう。食べましょう。どれ？やっぱり定番じゃないですか。移した方がいいんじゃない。あ、そうか。どうですか。で、人気ナンバーワンだよ。はい、いらっしゃいませ。ネギマヨソースですか。そうだ、ちょっととりあえず6個入りいったね。そうしよう。ネギマヨソース味を1つください。ありがとうございます。はい、たこ焼き購入しです。美味しそう。すげえ。番号札17番でお願いします。はい、17万。ちょっと待ちます。やってまいりました。イエイ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 。絶対うまい。おいしいね、これ。ちょっとさ、座って食べたいよね。そうだね。絶対熱い。いただきます。レポこのりがネギ、大人気ネギダコさん、いただきます。お願いします。これは絶対取れない。もう行くよ。それ何の顔？熱いの顔。どういう状況？どういう状況？人の言葉じゃないもはや。ほふい。ほふい。いやいや、控えめなグーだな。もう回ってんの、回ってんの忘れてない。口の中の皮全部持ってかれるほどうまい。いきます。はい、どうしよう。おいしい。あ、そうだ。だってもうこれずっと湯気出てる。うん、すごい。かわいいじゃん、これ。なんかちょっと。あれ、全然いけるじゃん。冷めた、もう冷めた。あ、はい。あ、すごい。煙、湯気出てるよ。煙打ちの。おいしいということでよろしいでしょうか。1個目。次2個目行こう。うん、次行こうぜ。行きましょう。次は、次は何ですか。次はですね、次あったやつを食べます。次あったやつを食べます。え、おでんという字が。あ、おでん。 あ、これじゃない。あ、これじゃない。これじゃない。なるほど。これだってなんかいろんな食ってる。食べながらも中入ってる。1人1個、ミニメンチ。あ、ミニメンチでもいいね。俺ミニメンチがいいな。じゃあ俺元気メンチカツ。元気のやつね。元気メンチカツ1つとミニメンチ1つください。やばいな、そのサイズ差。ミニすぎない？ちょっと食べよう。食べよう。おいしい。どう？あ、うまっ。うまいよね。うまい。
え、同じ味だよね、多分ね。そうでしょ。来たけど、うまい。さて、やってまいりました。行きましょう、イカ焼き屋。イカ焼き屋。え、何する、何する。すごいね、これ。俺、これ、よくわからないけど、どれ。イカ焼きチーズと、イカ焼きチーズと、はい。あと、イカせんください。チーズとイカせん。70円になりますね。はい。来ました、ね、来ました。これあるよ。これやろうよ、やろうよ。じゃあいただきます。いただきます。すごい、これでしょ、こうやってでしょ。すごいね。おいしい。美味しい。うん、すんげーチーズ。イカじゃないの、すんげーチーズ。すんげーイカだろ、それ。すんげーイカ。おっそ。じゃノードリンクでここまで3競技やってんの。やばい。結構口が水分欲してそして全部なんかもうほぼソース、ソース味だ全部。確かに。すごいな、谷中イコールソースなんじゃない。谷中ソースタウン谷中。どうぞ。お得なにビール飲む。うん、まずい。やん、ぶっとこげしようぜ。ビール男。ここはここでね。俺マジで払いたい。あとじゃあ俺払いたい、はい。ルールは分かんないけど、勝った方、勝った方最初グーですか。うん、最初グーじゃんけんぽい。はい、ごでしょ。あ、そのもちろん上出して。あ、そうか。はい、ごでしょ。あ、お願いします。あ、俺か。マジでよっぽで払いたかった。あ、どうぞ。大丈夫かな。うん、もう動きじゃない。俺男気ないから200円だって。俺も往生際悪い。やばいディスク。はい、広島さん、先生お願いします。うえい、猿決まるぜ。うまい、うま。これビールがあるからこのイカちゃんが生きるんじゃない。生きるね。めっちゃ。埼玉のカール。うん。一回やっていいですか。行きます。あとは、ここにうっすらなんですけど、はい、太陽線という線が1本。何線ですか。太陽線。太陽線、はい、太陽の線なんですけど、これが太くしっかりくっきりもう少し入ってくると、あの人気がお金につながるよっていう人気がお金につながるので、なんかそういうなんか発信活動とか、まあ、人と接することとかそういうのはかもしかしたら今後お金につながっていくかもしれないので。書いていいですか。もしなんかそういうことも書いてますかもしれない。書いていいですか。強めに強めに書いてもらう。強めに削ります。あ、削ります。はい、どうぞ。そう、なんかね、なので向いてると思います、そういうお仕事は。もともとで、そうですね、続いて、あ、続きまして、あとここに金星帯っていう線が入っていて、はい、でその真ん中が空いてるんですけど、独自の美的センスがある人おに多いで、これあのクエスチョンマーク入るからね。なんかそうですね、あの人とはちょっと違うセンスを持っていたりとか、あ、なんかそれがちょっと独特であったりとか、そうだ、確かに、雰囲気のある人、オレンジの服とか着るしさ、着るやろ、金やろ、着るやろ、センスがもう独特だったりとか、他の人が選ばないものを選んだりとか、そういうのはあるかもしれない。確かに。
見てたってこの色何色やねこれ可愛くないっすか何色やねそういうそういうことだそういうこと誰がそういうことや誰がそういうこと誰が万人受けしないでその反面ってかその分ちょっと印象に残りやすかったりすると思いますはいはい、あとは、なんか人から可愛がられやすいというか、年上から可愛がられやすいっていうのはあるかもしれないいやいや、可愛がってない、可愛がってない。全然可愛がってない、全然可愛がってない。このおじさん、俺のこと大好きいやいや、お前そんな変わらんからね、とっけど。あとは、男女関係なく仲良くできるかもしれないですね。なんか、基本的にやっぱり壁を作らないタイプ。猫の尻尾占いのおかげでお腹いっぱいなんですか俺もお腹いっぱいだよ、はい、食べましょうありがとうございます人気ナンバーワントラッペンだから分かりやすいやつじゃあ俺トラにしようかなトラ、うん、じゃあ俺チョコマルにしようはいはい、だってだってやや猫の尻尾行こういただきますうんすごいふわふわする思ってる思ってたのと全然違ったあ、そう、うん、めちゃめちゃうまいめちゃめちゃうまい結構、ほんとうまいよえ、マジそんなうまい、うんこれすげえ好きなんだけど、このふわふわカステラみたいな俺できればあのコーヒーと一緒にたしなみたいなうわ、こういうことって俺もうないもう一個買ってこいよなんでそういうことえ、絶対そうでしょ、これ確かに喉がもう喉がもう、もうの口の中の水分全部持ってかれてる喉がもう喉がアラバスタになるでしょうまえ、マジうまいんだよ嘘最近食べたお菓子の中で一番うまいからなこれ食べねえもんね、だって、本当にいや、だって俺もやば今、口の中アラバスタになってるでしょくしょ、もうほっとこしまうあ、いや美味しいからね美味しいからね猫ちゃんこれが全部種類だそうです。すごい。ポケットの中に猫の尻尾がいるんでしょ。大荒れしてる。え、俺わかんないこれ。え、お姉さんおすすめでしょ。おすすめというか先生全部違うよ。先生。そうなんですよ。実際に香りちょっと良かったな。香り。コーヒーですか。コーヒーです。すごいね。すごいですよね。すごいね。この右側4つがあの新しい作り方をしていて、農園さんのあの、まあ、取り組みなんですけど、コーヒーのチェリーと一緒にその土地のフルーツでしたりスパイスを発酵させているっていう新しい作り方のものですね。なのでこのようにパワフルな香りが良かったらこれやばいっすそうですね値段おー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 おいただきますいただきますあ、全然飲めない飲めるブラックダメな美味しいよ美味しいコーヒーというよりなんか何コーヒーっていうよりなんだろうめちゃめちゃ美味しいけど苦味が全くないあれ猫ちゃん食べた方がいい猫ちゃん確かにでるでるやばいだろそれもそれあのさ給食あの引き出しの奥から出てくるやつそれです楽器終わりに出てくるやつうんでコーヒー合うね
うまいのこれ。どうでした？いや、なんかめちゃくちゃいい。よかった。なんかデートっぽいね。では、さようなら。